この間会った女の子、メグじゃないなら誰だ？ここで、多分、タマさんが出てくるんじゃなかろうかということで。やってみましょうか。琴の葉で。そうだよね、やっぱり。遊戯玉か、くせ者だな。よし、そうしろ。かわいい子とお近づきになれていいね。おっさんはくだらないことしか言わないね。よいか、気が進まないけど彼女を探すか。さあ移動しましょう。おっさんのやつまだ依頼を果たす気でいるよ。まったく特化に仲間か。確かにスパイは必要だ。八王子の動きわかるかも。よぎ玉、ま、あいつ苦手なタイプなんだよね。仕方ない、協力仰ぐか。どこにいるんだろう。よぎ探すか。ここでタマさんに一声。そろそろじゃないかしら彼。おお。遊戯、そろそろかなって思ってたよ。秋葉源氏くん、ちょっと聞きたいことがあってさ。何？秋葉くんが探ってる特化生のこと。ここじゃちょっといいわ、細いすぎて。あそこなら誰もいない。で秋葉くん、早速だけど私も君に聞きたいことがあるのよね。大丈夫、秘密は持ってあげる。君が騒ぎを起こさないと面白くないもの。しょうがないな、あの言葉を使おうと。 ABC、 タマさんも使えるよね。 ABC、 どう？話す気になった？いいよ、分かったよ。そうだよ、容疑の考えてる通りだ。タマでいいわ。じゃあ噂の告白受け用人って君ね。なあ、すごく評判悪いみたいね。そんなのどうだっていいさ。で君の期待ことって。まず第一、僕らの仲間になる気はないか。タマ賢そうだし。却下。はい、次。早いな。第2、特化に使えそうな知り合いはいないか。使えそう？どういう意味？お人よしで純粋で流されやすい、そういう物分かりのいい人間いるわ。知り合いじゃないけどすぐに知り合いになってあげる。ほう、その子を使って特化の転入生を探る気ね。仲間でもないたまにこっちの意図を教える義理はないね。振られて悔しいのね。まあこっちもただじゃやらないわよ。いくら出せばいいんだ？お金はいらないわ。そうね、ジュース3本。なんだ、安上がりだな。何十本でも持ってきてやるよ。あら、そりゃ嬉しいわね。これからもよろしくね、秋葉くん。仲間じゃないだろ。慣れ慣れしくしないでくれ。そんなこと言っちゃって、君、これからも私を頼るようになるわよ。はいはい。まあ、実際なってるよな。告白受け負いに、やっぱり秋葉くんだった。たまちゃん、冴えてる。彼のお願い聞いて、歌詞を作っとかなきゃ、これから面白くなるわね。よしと、じゃあ特化に行きましょう。いたいた、あの子、お人よしで単純で今回の騒動にぴったりの人材。特化へお人よしを引き込んじゃおっと。ねえ、ちょっといい？何です？普通科の人？ときめき女子。あなた演芸部の。ええ、1年目白めぐみです。何か。おお、めぐみさんか。私放送部1年容疑玉、特化の綺麗なお庭を取材したくて下見よと。ああ、そうだったのね。案内してあげる。ありがとう。特化の中って入りづらいから助かるわ。いえいえ、こっちよ。この通路をまっすぐ行った隙あたりにあるの。この通路をずっと行った先に花壇があるのね。よし、行きますか。降りますね。こっちかな。わあ綺麗。それにしても特化の人たちってロボットみたいよね。学校楽しいのかしら。そんな人ばっかりじゃないのよ。あ、目白さんは違うけどね。可愛いしモテるんじゃない。そんなこと、特化の人たちも恋とかするのかしら。するわよ。自分の気持ちに気づいていなくても運命の赤い糸はちゃんと。赤い糸？ねえ、恋仲になるって必然の事情だと思うの。私もそう思うわ。お似合いの人たちって旗から見ても明らかだもんね。そうでしょ、あなた聡明な人ね。ありがとう。じゃあさ、恋の話についてめぐみさんに相談に乗ってもらおうかな。今何食いついてきたわね。じゃああれについての突っ込んだ話を。さてと、最近特化に転入してきた子と仲良くなったんだけど、ふむふむ、どうやらその子を好きな人がいるらしいの。うんうん、相手が誰なのか私はよくわかんないけど協力してあげたくて。そうね、協力してあげましょう。
ありがとう。実は他の人にも相談したの。普通科の秋葉源氏って人。秋葉くん？彼も赤い糸のために奮闘するんだって。きっと彼とも会うことになるわ。秋葉くん、普通科にもそんな素敵な考えを持つ人がいるのね。この時点では割と対立してないというか、そんな感じなんだな。な、もう行かなきゃ。案内ありがとう。じゃあ、うん、またね。よし、戻ろっかな。これでよしと。目白さんとお時間好きになれたわ。あとは秋葉くんに動いてもらおっと。いやー、俺今日塾あるんすよ。キャプテンの趣味に付き合ってられないっすよ。そうか、活動停止の演劇部なんかに未練はないんだな。活動停止の演劇部、どっかに演劇部なんかあったのね。まあ関係ないか。ただ緑文字だったな今。何かで使うんだろうか、どこかでね。次は秋葉くんが動く番よ。の前に中野さんだね。また一人去ったか。俺ばかりが空回りしてるな。しかし同行の死はまだ存在する。俺も落ち込んでいられないな。さあ活動拠点に向かうか。活動拠点のゴミ捨て場へ。俺の指導を待ってる仲間がいる。どうした、君一人だっけか。その私帰ります。どうしたんだ、君はとても熱心だったじゃないか。いえ、演劇はしたいんですけど、中野監督と二人きりはちょっと。ああ、うん、そうか、失礼します。監督、まあ演技は一人でも磨ける。今は辛抱の時な。地道にやろう。一人でもここで地道に演技を磨こう。さあ源氏くんだ、なんでこんなことしなきゃいけないんだ。あの子に振り回されて。教室に帰るか。僕の教室は給湯1階、この階の一番奥さ。秋葉源氏くんいますか。秋葉、誰、このクラスではないのかしら。おや、どっかせ。秋葉くんという人を探してるんです。あちゃー、目立つことされちゃ困るな。誰だ、誰だよ、まったく。おう動いちゃった。僕が秋葉だけど、何か。秋葉くん、赤い糸を信じて奮闘してるのね。聞いたわ。ちょっとここじゃ困る。どうしたの。とりあえずそうに行こう、校舎の裏にでも。なるほど、目白めぐみさんね。タモの差し金か。私も協力したくて。秋葉くんが協力してあげてる子って水道橋めぐさん。私も調べてみたの。めぐさんね、そうでしょ。まあ彼女は特化生だから、私も何かできることがあると思うの。なあ、助かるな。ほんとめぐさんの赤い糸が結ばれるのしっかり見届けましょうね。君が協力することをめぐには言ってるの。うん、うん、秘密。彼女が変に意識しちゃうと困るもの。そうか、それで彼女が好きな人って誰かしら。さあね。そうね、思いは心に秘めるものよね。わかった、私彼女に持ってみる。目立たないように赤い糸を切っちゃまずいからね。そうね、戻んなきゃ。じゃあ秋葉くん頑張ろうね。戻るか、めんどくさい人間ばっかり増えていく。ただ移動はできるね。戻るかだから、戻るか。おおこんにちは。お前最近よく女を連れ込むようになったな。おっさんの場ですろ。あの子をちゃんとやってくれるんだろうか。さあめぐみさん、目立たないようにとは言ってもちゃんと見守ってあげなきゃ。めぐさんを探そうかしら。特化のどこかにいるわよね。奮い立てよ諸君、青春の輝きをその手に。怖い、あの人が立っていたら中に入れないわ。あの人今日もやってるのね。聞く人もほとんどいないのに頑張るわね。な、メグさん、どうしよう、今話しかけようかな。ここで俺は続ける、誰かの心に響くまで。縄田さんは動かない感じか。ってなるとメグちゃんでいい。メグちゃんで良さそうか。長田さんどこかに移動させてからなのかなってちょっと思ったけど、源氏よりも彼の方がよほど魅力がある。これで長田さんでいいのか。青春の色はピンク色。今日はやけに暑いぞ。これでめぐみさん、
あれ、演説が止まったわ。あの二人の様子。あ、まさか秋葉くんが言っていたメグさんと結ばれた赤い糸の君、それはメグさんの小指から伸びる赤い糸、その糸が結びつく相手とは。そうなっちゃうのか。そう、人から離れた目指す人、まさしく彼。なるほど、お似合いだわ。私にも赤い糸が見えた。なんて素敵な二人なのかしら。恋のキューピッド頑張らなきゃ。そうなってくんだな。おもろくなってきましたね。さあ、タマさん、計画どうなってるのかしらね。メジロさんに聞いてみようかな。さあ、特化のメジロさんに会いに行こうと。メジロさん、どう、秋葉くんと会えた？ねえ、ヨギさん、あの二人お似合いだと思うの。二人？メグさんの思い人もしてるの？ねえ、たくましくてまっすぐで、まさしく運命の相手よ。たくましくてまっすぐ、これからも二人の赤い糸を守ってあげなきゃ。それじゃ、メジロさん、何か勘違いしてない？まあ面白いからいいけどね。秋葉くん、早速計画狂ってるけど、彼に伝えた方がいいかしら。さあ秋葉くん、源氏くん、さあ今日はもう下校するか。秋葉くん、ねえ、ちょっと。またか、ジュースは今度買うよ。そうじゃなくてさ、メジロさん勘違いしてるわよ。え、何が？メグさんの告白対象よ。別の特化生だと思い込んでるわ。別の特化生、誰？永田って人、熱血感で行動復活するんだって。ああ、たまに専門では見えてる人か、参ったな。いや待てよ、そうか、別人。何か企んでるわね。その悪い目つき嫌いじゃないよ。タマさん、その永田って人に近づいて動きを探ってよ。はいはい、報酬はジュース5本。え、報酬取るの？当たり前。それからさっき永田さんのこと教えてあげたから、ジュース2本追加ね。分かったな。人聞きの悪いこと言わないで。じゃあね。タマの行動待つか。でしゃばってくるならカルセルぞ。さあ翌日、永田さんに会いに行かなきゃね。永田さんといえばいつの場所で演説かな。おりますかね。おりますね。あ、いた、永田さん。どれどれ。朽ち果てた行動の復旧を、アネスト10の象徴、演劇の復活を。演劇をやろうとしてるのね、期待通り。永田さん、君は普通科の女子かな。はい、遊戯玉です。永田さんの理想に感銘を受けたんで協力できたらと。おお、素晴らしい。君も青春を謳歌する少女をタラントするか。ええ、まあ私も友達に呼びかけてみます。そうか、君の澄み当たった美しい声ならば皆耳を傾けるだろう。いえいえ、そんな永田さんの力になれるよう頑張ります。うむ、無理はするんじゃないぞ。はーい、これでよしぞ。いろんな人が巻き込まれていくのね、面白いわ。面白いなあ。さあ市ヶ谷さんだ。おい、見たか、よせよ。ああ、見た。あの筋肉野郎、美少女と仲良く話していたぞ。もしや奴の方が男子高校生の生き方として正しいのでは。バカを言うな、愛を惜しみなく裏切るな。そうだな、闇に隠れて生きる、それが我らの青春。永田の奴、今に手痛いしっぺ返しを食らうに決まってる。奴め、傷つかぬうちに甘い考えをするべきなんだ。永田さんとも接触できたし、秋葉くんに教えてあげようと。さあ秋葉くんに報告。彼の秘密基地はもう知ってるわよ。秋葉くん、永田さんの情報待ってきたわ。おお、仕事が早いね、たま。特別科在籍、成績は下の中、女っ気ゼロ、暑苦しくて女子から敬遠されてるみたい。なるほど、メグの思い人にはふさわしくないか。そうでもないわよ、話してみたけどすごく真摯なの、私はいいと思うわ。ふむ、彼の悲願は特化急行動の復旧と演劇の復活。演劇？かつての搬出の伝統だったらしいわ。生徒が主席にやってたって。それを復活させ特化生の一斉を取り戻せよと。そんなところかしらね。はい、台本。ロマンチックなおとぎ話ね。どこで手に入れたんだよ。確かに私の情報もなめないでね、秋葉くん。こんなの遊び一枚。情報や玉か、確かに有能そうだな。そうよ、これからもよろしく。信用したわけじゃないけどね。情報やね、そう呼ばれるのも悪くないわね。さあ源氏くん、手は回してるんだ。でもまだ何もかも不透明だ。誰も信用できない。こりゃ僕も特化に赴かなきゃいけないだろうな。ああ、めんどくさい。行くか、特化だっけか。お、
特化にいよいよ行くのか、源氏くん。楽しみだね。でね、私見たの、特化の壁のこうピタンとへばりつく女子生徒の例、ささーっと一瞬ですごい勢いで壁を這い回る女子、嫌な、怖いな、またかよ、いい加減にしろ。本当なんだな。さあ行きましょう。で、八王子はどこにいるんだ。八王子の居場所知ってたっけ。これか。ああ、苦情か。あいつなんだか僕の行動と似てるな。どっちが先に始めたかは知らないけどね。八王子の居場所は特化の苦情か。よし、行きましょうか。あれ、鍵がかかってる。できないじゃないか。メモが貼ってある。急がば回れ。八王子、想像通り立ちのあるやつだ。ブーム、挑戦するべきか。急がば回れ。どう行けば屋上に行けるんだ。ただ人買いっぽいね。さあ、レンさん、来るかな、あいつ。来るわ。ほう、見限ったのかと思ったら、まだ期待してるんだな。ねえ。来てくれなきゃ面白くなんねえよ。ここで、源氏くん。急がば回れ、急がば回れ。回る？どうやって回る？急がば回れ、どう回るのか。これか。回る、はい、回る。壁を伝っていくのか。壁に登れる場所がどっかにある。壁に登れる場所を。探してみるか。あ、これ見よがしに垂れ下がるロープ。ああ、これかな。すい、これはきつい。行くよ、行けばいいんだろ。さあ行きましょう。すごいなここを通っていくの。こうか、行けましたね。僕は肉体派じゃないんだよな。こんにちは、源氏。秋葉源氏、よくここまで取り付けたな。えらいえらい。いいね、その考え、実にいい。で、秋葉、お前の計画はうまくいってるか。それに関して僕もあんたに確認しておきたいことがあって。じゃあ教えてやるか。俺はメグの告白を断らないよ。メグが俺に告白をするかどうか、それだけだ。そう、それは助かる。これでやるべきことがわかる。簡単にはいかないよ、源氏。お前さ、本気でそれを成功したいと思ってるの。依頼なんで。それでメグが俺のものになっても。メグが決めりゃいいさ。さあ、メグちゃんだ。源氏、それが嫌ならば奮起しなさい。私の前でレンに勝ってみせて。だあ、そうだ、頑張れよ源氏。きつい女ならな。もう帰らせてもらいますよ。なあ、帰る時の方が怖いよな、ここ。確かにな。もっと気をつけるんだな、そこ急斜面だから。今そっからお前が落ちたら事故死だろうね。そこに何か仕掛けてあるかもしれないぞ。嫌に嬉しそうじゃないか。源氏がここに来たのがそんなに嬉しいか。ええ、そうね。メグの監視がなかったらあいつは今そこから落ちていたのにな。まさかレンも彼に期待し始めてるんでしょ。さあ、ゲームを続けよう。どっちがメグ人形を手に入れられるかな。結果は楽しみね。俺は絶対に負けたくないぜ、メグ。お前は俺の着せ替え人形だ。頑張って源氏。勝っても負けてもあいつのものじゃないか、メグは。胸くそ悪いらだ。やっぱり来るんじゃなかったよ。
窓の向こうに気配が。あれは特化の体育教師。名前なんだっけな、なんでこんなところに。おや、屋根が濡れてら。雨も降ってないのにおかしいな。この下にはでっかい窓しかつかめるものがないぞ。落ちてんじゃんけん、気をつけて降りなきゃ。こんなところから落ちたらただで済まないぞ。とりあえず降りるか。あれ、草むらの中に何かある。タンク、いくつかの中に水が入ってるな。いろいろ緑文字のものが多いな。ここに来て捨てられたタンクに雨水を溜まったのかな。さっさと普通科に帰ろう。あの人がうるさい人。特化生に彼の主張が届くのか疑問だね。とんだ無駄足だったよ。だから特化嫌なんだ。さあ永田さん、アネッソ特別化774人の諸君、聞く耳のある者は聞け。思いっきり源氏君言っちゃったけどな。またあいつかくだらん。青春とは何であるか、抑圧への抵抗である。諸君らはハネッソの自由勝ったすある伝統を知るか。特化が自由、鈴鹿の間違いだろ。見よ、朽ち果てつつある急行動、あれこそ自由のシンボル。おう、我が野望、それは急行動における創立記念演劇の復活。演劇なのそれは。かつて生徒の手により創立記念日に演劇が披露されていたんである。演劇って受験に必要なの。いつしか学校で禁止され忘れられていった麗しき伝統、今こそ復活を。バカじゃないの。心ある者は聞け、俺は急行動にいる。目を背けるな、体制に飲まれるな、我らの手で伝統復活を。俺の思いは必ず届く、みんな青春を欲しているはずなんだ。ああ、目を覚ませ、特化生の諸君、急行動の前待ってるぞ。頑張るなあ長さん。はい、市街さんだ。無駄なんだよ永田、お前にはそれが分からんのか。おい永田、まだやってるのか。どうだ、お前たちの心にも響いたか。恥ずかしいやつだな。大久保教師に見つかったらただじゃ済まんぞ。俺はそんなものは恐れない。ニコッと笑ったぞ。おう、どうした永田。なあ、今の女性と誰か知らないか。女子に縁のない俺に女子の名を聞くな。そいつはすまん、様子がおかしいな永田。いかんいかん、今演劇に集中だ。お前たち、演劇には役者がいる。お前たちも俺とやってみんか。人前だと、人前に出たら溶けてしまうわ。やってみなければわからんさ、検討してくれ。じゃあ、いけすかんやつだ。やつはなぜそんなくだらぬことに一生懸命なれるんだ。さあ源氏くん、さてどうするか。メグに告白する。告白、告白さえすればいいんだな。強引に告白すれば、強引に告白する機会か。何かメグが食いつきそうな。メグの性質を考えて、メグについて思い出そう。何か目立った性質があったはずだ。演技力抜群、場の要求に即座に適応する。仮面優等生か。その演技力を利用してもらうか。でもどこで利用できる。メグを出せる、そんな舞台用意するには。特化のメグを巻き込めるような何か大きな出来事があれば、そこで繋がってくるのか演劇と。すごいな演劇か。ラブストーリーらしいね。これが使えるかな。しかしメグが乗らなければ終わりだ。いや、彼女は必ず乗ってくる。ここは賭けだな。めぐみに動いてもらおう。うまくいくかわからないけど、特化のめぐみに動いてもらおう。さあではめぐみちゃん、見つけた。めぐみ、秋葉くん、こんにちは。ちょっとそうだな、ゴミ捨て場で。ね、あの秋葉くん、いよいよ赤い糸を結びつけるのね。まあめぐの告白相手はさ、知ってれば素敵な人よね。まさにメグさんの運命の人。告白相手の名前知ってる？ええ、もちろん。一目見て分かったわ。メグさんの運命の相手。特別化永田さん。やっぱり。これからメグさんが告白できるように応援するのね。
そう、いや、応援というか、お膳立てだね。え？大舞台で告白するんだ。僕らがそう仕向ける。大舞台で告白？そう、びっくりするぞ。好きな人が大舞台で目の前にいて。大丈夫かしら？二人がそんなことをしてくれるかどうか。それは僕らの頑張り次第だ。どれだけ赤い糸を熱心に信じるか。信じる、信じてれば頑張らなきゃ。じゃあ、めぐみには舞台作りに大いに協力してもらいたいんだ。どうすればいいの？まず当日、めぐを演劇の舞台に引き上げる。当日までめぐには秘密だ。まあドラマチック。舞台にめぐをあげたら永田さんが告白するよう芝居を持っていく。そして二人は舞台上でめでたく結ばれるんだ。うまくいけばいいけど。でも演劇ってどうやって用意するの？長く封じられた演劇の復活は簡単ではないわね。演劇の復活は彼に任せよう。永田さんが始めてるんだ、めぐみ。彼を手伝ってほしい。わかった、秋葉くん、任せて。めぐみ、やる気満々だね。うまくやってくれるといいけど。さあ、行動開始を。永田さんに言わなくちゃ。定位置にいるんだろうな。定位置って言ってるのかわからんけど。あなたが永田さんですね。私は目白めぐみです。演劇の復活、私も協力します。どうもありがたい、よろしく頼む。あなたの恋路を見逃せるためですよ。どうしてそれを？自信を持って赤い糸を信じましょう。うむ、俺たちも協力してやってもいいぞ。誰？おお、来てくれるんだね。私の他にも素敵な協力者が。さあ、市ヶ谷さん。お前たち、しぶしぶ協力してやるんだ。お前の青春の顛末を見届けたくてな。お前たちありがとう。俺もお前たちと青春を謳歌したい。バカ、俺たちに青春なんか。顔ぐらいよ。そんなことはないわ。愛と青春、運命の友情、素晴らしいわ。そうか。ええ、私たちの手で演劇を復活しましょう。しかし演劇の役者は俺たちだけじゃ足りないぞ。そうね、もっと協力者がいれば人を当たってみなきゃ。俺たちもやり直せるだろうか。さあ、タマさん。秋葉くんもすでに動き出したわね。彼、幻の演劇を利用するつもりね。でも人手が足りないんじゃない？ちょうどいい人材がいるわよ。送り込んであげる。幻の演劇復活のためにまだ役に立つそうな人がいる。中野さん来てくれるのかな。特化の演劇部、活動を禁じられて悶々としてるはずだわ。よしと、じゃあ演劇部の人に接触しよう。特化演劇部の人に接触するわよ。ただ中野さんの位置がここにいなければちょっと分かんないところもあるから。まあいるね、先輩先輩。まあなんか呼び寄せるっていう方向もあるかなって思ったけど、大丈夫そうだ。君は？普通科の放送部員です。それより私、気になる話を聞いて。気になる話って何？演劇部は休部に捨てられたって本当なんですか？ああ、本当さ。特化には必要ないと。屈辱だよ。でも、近く特化で演劇をするって聞いて、その真偽を確かめに。え、そんな話聞いてないぞ。特化1年の目白めぐみさんから聞いたんですが、おかしいですね。うむ。俺もその子に聞いてみよう。役者を揃えないとね。これで中野さんが動くのかな。目白めぐみって子が演劇を企画、そんな教授ここで許されると思えないが、行ってみますか。目白さん。ね、はい、目白は私ですが。演劇をするって本当？なら、もう知れ渡ってるんですね。いや、そんなことはないと思うけど、詳しく教えてくれないかな。この子、演劇に興味があるのかな。なるほど。最近騒いでる永田というやつが描いた絵か。協力してくれる人を探してるんです。俺も協力したい。演劇部なんだ。助ける資格はあると思う。そうですか。ありがとうございます。望みは薄いが、他の演劇部員にも呼びかけよう。ただし。ただし？この計画は内密に進めた方がいい。先生に気づかれちゃいけない。さもないと演劇をやるなんて知れたらきっと潰されるからね。そうですか、わかりました。じゃあ永田に合わせてほしい。はい。おお、でこの部屋が使われるんだ。いいね。なるほどね、幻の劇。協力してくれないか。
台本あるのか。どんどん輪が広がっていく。これが赤い糸の力。そうか、今めぐみさんか中野さんにして、これが台本だが、ふむ、恋愛もんだね。これは発揮になるはずだ。主役の王子とヒロインの役は決まってるんです。そうか、じゃあ俺はヒロインの地の王役をやろう。おい、よすや、俺たちはやらなくても済みそうだな。ああ、ほっとしてるよ。実際に舞台で練習したいが、急行動は鍵がかかってる。しかし急行動内は荒れてるぞ。舞台だけでも綺麗にしたいが、あそこを綺麗にするのは大変だわ。そういや、俺たちワックス持ってるぞ。確かに、ツルテカ作戦だっけ。それ用にあったよな。それはいいな、持ってきてくれ。ただ持ち込むのは難しいんじゃないか。魚住先生がなぜかしょっちゅう急行動の近くにいるんだ。困ったわね。演劇以前にいろいろ問題がありそうだね。お、田畑がまさんだ。こんなところに扉が。誰かが開けた形跡があるぞ。特化のトップの俺が知らない場所があっていいはずがない。貴様たち何をしてる。動画のご視聴ありがとうございます。ちょっとでもいいと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントをしていただけますと嬉しいです。また Twitter、Instagram などもやっております。こちらのフォローもぜひよろしくお願いいたします。動画概要欄にございます。そして他のシリーズもおすすめなので、画面に表示されていると思いますので、こちらもチェックしてみてください。